政策本位で、与野党を超えて協力をしていくと、国の根幹に関わるような基本政策で、一致できないところではですね、国会内外でも協力することは当然難しいと。立憲の代表がですね、共産党とは選挙調整をしないと、候補者を調整しないと。なんか泉代表はそう思っておられるということだと思いますね。審査会の中でもそうなんですが、衆議院の中でも言ってることが違う人がいますし、ましてや舞台が参議院に移ると全然違うことを言ってる人がいるので、代表がおっしゃっても党内がそれでまとまるのかどうかと。国民民主党の政策が一番いいと思ってるから我々は存在してるんです。2023年5月16日、国民民主党の玉木代表は記者会見を行い、次期衆院選について自党の方針を改めて語った。この中で玉木代表は、国民民主党は政策の違う政党と選挙調整しないこと、自分たちの党が一番国民のための政策を考えていることなどを力強く語った。また立憲民主党の泉代表が公にした発言が、必ずしも党全体の意見にはならず、立憲党内でまとまりがないことについても懸念を示した。産経新聞の大橋です。はい、別件でもよろしいでしょうか。はい、昨日、泉健太代表がフジテレビの番組で選挙協力について維新とも共産党ともしないと発言されました。このことについての受け止めと、あと、これは改めてになるとは思いますが、国民民主党はどういう形で臨んでいくのかというところをお願いします。はい、私は別件 OK ですので。別件 OK ですか。ありがとうございます。はい、選挙協力、他党がどういったことかについて我々がコメントする立場にはありませんけれども、まず我々としてはですね、公党として存在し、そして国民民主党を応援するというたくさんの方がいらっしゃいますから、まずはできるだけですね、そういった国民民主党に入れたい、選挙区でもですね、そういう方々の期待に応えていくというのが、まず国民民主党としての大原則だと思います。で、加えてですね、我々は党の活動方針にも書きましたけれども、やっぱ政策本位で、与野党を超えて協力をしていくということが、これは党の選挙に関わらず活動方針の中心に置いた基本哲学でありますので、ですからやはり外交安全保障や憲法など国の根幹に関わるような基本政策で、一致できないところではですね、国会内外でも協力することは当然難しいというのが我々の基本方針です。で、先ほど冒頭申し上げましたが、その我々としてはまずですね、党勢を拡大するためには、できるだけ多くの、一人でも多くの候補者を擁立して戦うということが、比例選挙を有利に戦う意味でも必要だと、戦術的にも必要だと思っていますので、まずは今まだまだ数十人にとどまっている擁立をですね、できるだけ拡大していきたいと、今はそういう状況です。ファクターの宮島ですが、立憲の代表がですね、総選挙をある種の視野に入れて、共産党とは選挙調整はしないと、候補者を調整しないと、選挙力しないと、これ明言したというのは、今まで立憲共産と言われてたわけですけど、多少は中道に寄ったと、そういう評価ができるんでしょうか。まずそれを伺いたい。はい、他党のことなんであまりコメントはしませんが、少なくとも泉代表はそう思っておられるということだと思いますね。ただ、常に課題は、党内がそれでまとまるのかどうかというのは、また今後の課題なのかなと、代表が言っても違うことが起こりうると思いますので、そこがそれでまとまるのかなというところは、注視していきたいなと思っております。ただ、いずれにしても憲法審査会でも感じるんですけど、これだけ安全保障環境が厳しくなっていく中で、もう自衛隊が違憲だと言っているような政党と一緒にやっててもですね、やっぱり本当に現実的に政権を担う
覚悟があるのかということは問われますからね。私は一つ泉代表としてのまあ個人的なまだ意見にとどまっているかもしれませんが、そこは政権を担う一つの意思を示したものと受け止めております。ただ審査会の中でもそうなんですが、衆議院の中でも言っていることが違う人がいますし、ましてや舞台が参議院に移ると全然違うことを言っている人がいるので、まあ代表がおっしゃっても党内がそれでまとまるのかどうかというところは見守りたいと思います。活動家の存在は別として一定の評価をするということですね。少なくとも私も同じような考えですから、やはり自衛隊は違憲とは思っていませんし、この厳しい安全保障環境の中では現実的な経済政策や安全保障政策やエネルギー政策を言わないと国民の大多数から支持する政党にはならないと思っております。すると上位の国民より上位の一等賞と二等賞の野党が、全選挙区に候補者を立てるような意味で、まさにこれは野党の要するに、競争と、もうこれが必達150ですから、そういうのが出てきたわけですが、逆に言うとその政策的には維新とかなり親和性が強いけど、連合を介してみれば共産党を切ればやっぱり元のその国民の位置っていうのはですね、どっちに行くんだろうと。逆に言うとその野党間の上位2党のこの2党の戦いの中でやっぱり国民党がある種のキャッチングボートをね握るような形になるんじゃないかと思うんですが、その辺はどんなふうにお考えでしょう。我々小さな政党ですので、細々と着々と、地道に党勢拡大をしていきたいなと思っております。衆院選に関してなんですけれども、候補者を立てるときにですね、野党乱立なんていう言葉もされますけれども、候補者が増えると、自民党に有利になるのではないかであったりとか、有権者の選択肢として、その党に投票したい人の受け皿にはなれると思うんですけれども、戦略上そうじゃない方がいいという考え方もあるんですけれども、このあたりについての玉木代表のお考え方を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、これいつも難しい問題だと思うんですね。なんでかというと、衆議院にしても参議院にしても2つの異なる選挙を同時に戦うというですね、選挙制度になっているからです。つまりもう小選挙区制度しかなければですね、1対1の構造に持ち込んだ方がいいということは単純に言えるんですが、ただ一方で比例選挙を戦っているので、その数を立てていかないと比例の選挙で票が取れないんですね。で、我が党でいうと今10人の衆議院議員がいますけども、5人が小選挙区当選で5人が比例の当選なので、小選挙区のことだけ考えていると比例が取れません。そうすると半分の議席は減るか取れないかということになってしまうので、そのバランスをどう取るのかということが非常に難しいんです。で、そのある選挙区における野党間の調整というのは基本的には野党第一党の仕事だと思っていて、我々ちっちゃな政党からするとできるだけ立てて、そしてできるだけ国民民主党という政党をね、支持率がこんなに低くても応援いただいて、さらに党勢拡大頑張れと言っている人に応えていくのがですね、我々の公党としての責務だと思っているし、かつ我々は何度も言ってますが、国民民主党の政策が一番いいと思っているから我々は存在しているんです。申し訳ないですけど、他の例えば立憲民主党さんの政策を見てもですね、エネルギーの安定供給がとても確保できるとは思えないし、そうすると経済成長もできないし、そうすると賃金も上げられないので、労働者にとって我々の政策の方がベターだと確信しています。だから我々は労働者のためにも働く人のためにも生活者のためにも存在し続けなければならないし、我々の政策を訴え、我々の政策に期待していただいている多くの生活者、働く者の人たちのために頑張らなければいけないという意味ではですね、この国を成長させ、働く人が報われる、賃金、所得が上がる、そんな社会を実現するためには、我々の候補者を立てるしかないと思ってます。今のお話を踏まえると、立憲が野党第一党として、
候補者の何ですか一本化に動かれるのに、話し合いのチャンネルを閉じるということではないということ。えらい飛躍しますね。飛躍しましたか。すみません。じゃあ私が言ってるのは、はい、もう冒頭申し上げましたけども、まず政策本位です。でこれは政策が一致しないのに選挙のために一本化したら絶対野望だと言われるし、そのことによって得る票もあるかもしれませんが逃げていく票が多いと私たちは思っています。特に我々は結党の時に選挙よりもむしろ政策や理念を取って結党した政党なので、我々がそれを捨ててしまうと多分私たちの支援者の多くはですね離れていってしまって、かえって議席獲得から遠ざかると思うんですね。だから、冒頭申し上げたように2つの選挙を同時に戦わなきゃいけないという現実の難しさはあることは理解していますが、ただまだこれから選挙はいつあるかわからない、そしてどうやってですね、候補者を一人でも多く擁立していこうかという段階で、いや譲るかもしれませんからって公募できませんから、それは300人以上の人が集まってきていて、それでもし空いてる選挙があったら出たいという人がいたらですね、最後諦めてもらうかもしれませんけど応募してくださいとは言えませんから、ね、だからそれは我々は公党として立てれるところにはしっかり立てていくということでですね望みたいと思っております。いかがでしたか。確かに国民民主党は小さな政党ですが、現実的な政策を次々と提案し、それを多くのメディアで発信していくことでまともな政党として認知されてきているように思います。一方で政策本位という立ち位置で自民党とも立憲民主党ともつながる可能性のある姿勢がなかなか信用できないという層も一定数いるように思います。ただ立憲民主党がバラバラである現状、国民民主党と維新がそれぞれ勢力を伸ばしていけば、おのずと野党の中での勢力は変わるでしょう。いよいよ6月の広島サミット後に解散総選挙がある可能性が高くなってきました。 LGBT 法案の件で自民党への支持率が変化しそうなタイミングですが、いつ岸田首相が解散に踏み切るか注視していきたいですね。さて皆さんはどう思いましたか。コメント欄で感想を教えてください。またこのチャンネルでは最新の政治ニュースとみんなの感想を毎日取り上げています。あなたの感想に近いコメントがあったらチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。